ってるからそれをコピーしてくれないかって、コピーしてるよっていうふうに言って、でじゃあここでミュージックステーション始まるからそこで一緒にやろうよっていうふうに言ってて約束してたんですが、私がクリスチャンで日曜日来れないんですね。で、そうこうしてるうちに彼は外語大学卒業してドイツに就職して、もう日本にいないわけなんです。それで今バルちゃんに今からやるそのマメタさんが私にまあ教えてほしかったという曲をやりますので今撮ってます。で若い方がいるんで、もしかしたらこの曲は知ってるかと思います。まあ斉藤和義さん、まあ、名曲の名前がちょっとボリュームがこのギターは負けますがそこでもしないですか、そこまではですね。ファーストテイクで話題になったんで、皆さんもし知ってたら一緒に歌ってみてください。じゃあそこまでじゃないかな。スーゾーだったら集まる。そうですね、そうですね。うちの兄貴も10以上近いわね。ゲームですよ、一番上の人も70歳。あの、いわゆる歌うことはハマったら神仏で呼ばれる。難しいことじゃない、だからさ、それはね、知らないですけど、みんなの名前を任せる山の中を散歩にするだけ、目を閉じれば歌の中にある、いつもなら照れくさくて言えないことも、今日だってあなたを思いながら歌いは歌うよ、ずっと言えなかった言葉がある、短いから聞いておくれ、愛してる、言葉をつかんでメロディー
出かける。情熱の彼方に何がある気になるから行こうよ窓の外には来た風が腕組みするビルの影に
Yeah.